はい、どうも、楽しいおしご飯の時間ですよ。池袋です。池袋でございます。だいぶ暖かくなってきました。日陰に入るとまだちょっと寒いです。バス用意してます。おはようございます。おはようございます。薬師先輩が休憩中です。薬師さん、今日ずっと大丈夫なんですか？はい、よかったです。薬師さんに会えてよかったです。なんでかっていうと、ローソン近くのローソンで あれしたんです。半額でこんな見たことなくて、こんなにやってるコンビニあるんですね。雪塩入り粒はたまるよスタンプっていうのがあるらしいです。で、だから多いからどうしようかなと思ったんですよ。ちょっと薬師さんいるから、そうします。今日人多いな。人多い、全然いつもね、ここいないですよ。今日人多いよ。半額ありがたいね。半端に久しぶりだな。一個で十分なぐらいなんだけど。あ、いい香り。自転車。どん。1時間。元気だな。行こう。え？何もしたの？今こんな感じでさ、終わった後の。
薬師座今週来週か18、19、20とか、はい、九州行ってないですか。いや、また行くです来週。その次の週23の仕事1週間ずれたか、ね、でその後29から1日までめちゃめちゃ忙しいですね、うん、本当に、ね、行く用事が僕も入ったんで被ってたら、はい、被ったらなんかまたできないかな。18ついて20に向こう出るんですか。残念です。北海道か一回も行ったことないんですよ。あ、本当ですか。はい、寒いから、まあ、それにこの時期はあれですよね。それとあと遊びだったらいいけど、うん、そうそうそうっすよね。あ、薬師さんです。あ、おはようございます。おはようございます。今からタップダンス。自転車どこ止めたんですか。え、自転車どこ止めたんですかね。ああ、面白いですね。窓が開かない窓ですね。え、あ、本当だ。本当だ。え、でもどうやってあそこ物置いてるんですか。開くんじゃないですか。開くんだ。開くんじゃないですか。なんかこうあれじゃないですか。こうパカっていってこうこう開くんじゃないですか。ああ。こうガラガラじゃなくてパカって。多分そうです。じゃないとあそこ荷物置けないと思う。てかやっぱ薬師さんすげえな。そういうとこ見てるんですね。っていうか今日そういう日かもしれないです。僕もあの演芸場あるじゃないですか。演芸場じゃない、何ですか。劇場でっかいあの何でしたっけ名前。そう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 、あれの正面は見たことあったけど横面のこういう面って見たことないなと思ってずっと見てたんですよ。なんか面白いデザインになってて、あ、道具があったと思う。そうそう、その横の方っていうか散髪したんですね。めちゃめちゃいいと思います。めちゃめちゃかっこいいです。ということで到着しましたので今からタップダンスの練習稽古行ってみます。